ですよ皆さんね、まあ、夕べ遅くまで起きていらした方、ね、それから今ね、今目覚めたらすぐあ、ヨネちゃんの声聞こえたなって方もいらっしゃるかもしれません。私にとっては本当これ以上嬉しいことないですよ。感じ